どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回のテーマソングはドン、今井美樹さんのプライド。こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみます。実はこの曲2016年今から4年前に1回ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げているんですけど、今それを見返してみますともう本当にね、本当不親切でもう申し訳ないって感じなんですけど、やっぱりそれよりもさらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単にして2020年版の改訂版として新たにこちらにアップロードしようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はやっぱり弾き方、いろいろこうエモーショナルな弾き方を加えてちょっとロングバージョンでやります。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。ウクレレだったらこの今ご覧になっているガズレレ方式でウクレレだったらですね、あっという間にどんな人でも音楽ができるようになります。音楽を諦めてた方も大丈夫です。はい、ここのねガズレレにはプログラムがありまして、そのプログラムに沿ってやってるだけでも本当にできるようになりますからね。もうちょっとしたらここにそのプログラムを貼ります、リンクでね。そのリンク先に行ってもらって YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。でこれ YouTube 動画ですんで、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですから、まずやってみましょう。じゃあここですよ。はい、皆さん行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上、もうそろそろ1400曲ぐらいになると思いますけど、もうどんどんアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、いろんな曲をこのウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画どんどん公開してます。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えてみましょう。それではやってみましょう、今井美樹さんのプライド。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。私は今あなたへの愛だ。
今井美樹さんのプライドをガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。いい曲ですね。心を込めて。本当これ女性の方もね歌いやすいと思いますよ。ぜひチャレンジしてみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。これちなみにですね、コード進行は一緒ですので、2番とかこうコードを書いて2番の歌詞を書き足していったらオリジナルの楽譜できますので、ぜひ歌詞を変えてフルコーラスやってみたい方やってみてください。でちなみにこの後やる後半のかっこいいバージョンではもうちょっとロングバージョンになってますんで、それも参考になると思うんですけど、はい、今のシンプル簡単バージョン動画と一緒にできた方、もちろんその方もですね、やっぱり紙に書いてオリジナルの楽譜を作ってご自身だけで演奏してどんどんレベルアップになりますので、ぜひお勧めしております。そういう時に私のノートがね参考になるかなと思っていつも画面に映してるんですよ。ガズはこの自分で書いたこのノートをねいつも読みながら今も演奏したんですけど、この今ねこのノートが手に入るこのシステム始まってます。ガズクラブです。ガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動を頂戴しまして、この今日やったプライドとかこれ含む今までガズがもうやってる膨大な曲のリストの中から毎月5曲お好みの曲を選んでお手元にダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございまして、はい、もう500名以上のメンバーでも本当ご活用いただいてるんですけど、これはですね楽譜のダウンロードだけではなくて、このガズクラブメンバーになっていただくとクラブ活動が結構盛んに行われていましてですね、毎月2回行われるガズレレオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回は9月16日の夜8時からスピッツ祭り、今皆さんもう宿題出してますから、テーマ曲みんな練習してもうそこでガーッと盛り上がる最高の体験、毎月2回やってます。あとそれと非公開の SNS ではどんな質問にもガズが答えたり、いろんなテーマでディスカッションしたり、あとね演奏動画、皆さんの演奏動画をこうアップできる場所もあったりなんかしてね、なかなか面白いクラブ活動なんて皆さんご検討くださいませ。それでは見ていきましょう。いつものようにこういうこれイントロなんですけど、ちょっと今日ねこれがワンブロックになってます。ちょっとね、短い表記になってます、ね。お気をつけを。1234、1234ですね。で、この、いつものことなんですけど、下にくるっと囲ってるやつは後半へのかっこいいバージョンですんで、ここでコードの差をちょっとつけてます。F マイナーとかね、こう出てきますということでございます。で、これさっと映すんで、これテロップとを見ていただいても、これを一時停止して書いていただいてもいいと思うんですけど、まあ、もちろんガズクラブも活用していただきたいと思うんですけど、この点が注目です。ここでリズムを測ってます。私は今、この間の上に点があるということ、こっから C が始まる。こんなようなイメージですね。はい、一時停止でさっと書いていってください。で、構成なんですけど、今はね、今やったシンプル簡単バージョンはこうやってきて、ここまで。ここまでですからね。ここまでやった。はい。でもこれいつもよりこの表記が短いんで、普段だったらこれだけでノートの1枚分ぐらいになってると思うんですけど、そして、ここまでやったら、このラスト1行を最後伸ばして演奏したというのが、今のシンプル簡単アレンジでございます。そしてこれからやる後半やるかっこいいバージョンは、もうこのまんまこういう風に来て、この、最後のラストのこの B メロからまた最後サビやって終わるという、そういうオリジナルのちょっとロングバージョンにかっこいいバージョンはさせていただいておりますということでございます。はい。じゃあ出てくるコードの解説ですね。こんだけ出てきます。この赤いのは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまずはこれね、今のシンプル簡単バージョンのコード。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E マイナー、7、超入門コード7個です。まずこれでやってみましょう。はい、これはですね、超入門コードのグループ、ドン！ガズレレ必須コードです。これいつも出てくるやつなんですけど、このガズレレ必須コードって一体何かというと、このウクレレで、このガズレレ必須コードというのは一体なんじゃらほいということなんですけど、ガズレレ必須コードはですね、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございます。10個あります。この10個覚えておいたらですね、もう本当に役立つね、もう本当夢のようなコードのグループなんですよ。でも10個もあるのかと思うでしょ。初心者の方10個覚えるの大変そうですけど、見て、これも一つのコードなんですよ。これも一つのコード。これも一つの、今、一本指ですよね、全部。こんな感じで、一個ずつ見たら全部簡単なんですよ。だから入門コード。だけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃにこんがらがるんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入る分かりやすい動画で、もう完全解説してます。ここで今やってきます。コード。まずここで10個。ガズレレ入門必須コード。覚えてください。楽しく覚えてくださいね。はい。それで今のはその10個の中から7個をやったという。7個を使ってシンプル簡単バージョンやっていました。はい。シンプル簡単バージョン、まず4つ引きでゆっくりなんですけど、これでもちょっと早いなと思う方は、裏、さらにね、初心者さんの裏技としては、ワンブロック2個引きでもいいですよ。そうするとこうなります。私は今、こんな感じ。一つ星を見や、こんなゆっくりでも、歌としてはすごく成立し、逆にこれでもいいアレンジかもしれないですね。はい、ちょっとこのジャンジャンジャンがちょっと忙しいなと思ったら、まあ、半分にしてみるっていうのもおすすめします。そしてしっかりやっぱここで歌をね、4つ弾き2つ弾きで落とし込んでから、はい、じゃあここからかっこいいバージョンにドン入っていきましょう。
かっこいいバージョンはさっきからちょっと出てきてますけど、コード1個追加されます。これがね、結構この曲はね、もうすごくいい感じで入ってくるんです。 Fm です。初心者の方がもう突っかかっちゃう代表的コードです。押さえる場所はここと、こことこの3箇所、こんな風に押さえるのが教科書通りで押さえた、はい、でガズさんはいつも言ってるんですけど、この部分をこう親指で上からグッとね押さえちゃう。これでも出てくる音はこれ同じなんです、当然のことだからね。はい、でどっちでもやりやすい方でいいと思います。親指で押さえる方は手首を上、人差し指で押さえたい方は下、そんなようなイメージで Fm 使っていきましょう。これね、そこかしこに出てきて、この Fm でとろーっとこうとろけるね、ちょっとツヤっぽいお響きになるんで、ぜひ Fm で、いきたいところで、さっきは F だったんですけどね、やっぱこれ Fm の方がもう相当とろける感じで、ちょっと頑張ってみてください。で、これリズムの解説なんですけど、今回ちょっと特殊なんですよね。ちょっとやってみようかなというリズムは、まずこれアルペジオと8ビートが混ざってるっていうイメージで、ちょっとやってみると C だけでやりますよ。ジャンジャンタンタンタン、ジャンジャンタンタンタン。これね、普通の8ビートだとこうなるじゃないですか。これだとこの曲元気が良すぎるなと思って、ジャンジャンタンタンタン、ジャンジャンタンタンタン、これがいいんです。で、最初はだからジャンジャ、このぐらいから緩くなってアルペジオ、ジャンジャンジャン、今のは1弦2弦3弦ですよね。ジャンジャ1弦2弦3弦、ジャンジャ1弦2弦3弦、これが、この曲合うんじゃないかなと思います。8ビートっぽいノリなんだけど、アルペジオっぽい雰囲気もある。そうすると A メロやると、私は今南の人感じ、これちょっと緩い8ビートっていうようなイメージで捉えてもらうといいけど、これ普通の8ビートでやっちゃうと元気が良すぎるんですよ。普通でやると、私は今何の人、なんかちょっとねシャキシャキしすぎるんで、私は今ジャンジャン、もうジャン最初の1回だけ取ろうっていうイメージでもいいかもしれない。ジャン次4弦だけ1回弾いて、1弦2、3、いろんな感覚、これが正解ではないけど、こういうニュアンスの方が私はちょっと合うんじゃないかなと思って、今回ねアルペジオと8ビート混ぜたような、そのとろけるちょっとフレーズを入れてみましたと。そしてですね、 B メロからサビにかけてはドン、8ビートのチャが半分、これゆったりしたリズムです。じゃあちょっとやってみましょう。あなたをチャ、ダンツ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 、でっかいスケール感、どっしり感が出ますね。これ普通の8ビートのチャだと Am でいきますと、今ドンチャドンとチャドンチャドンとチャでしょ、チャが半分だから、ドンドンチャツドンツドンチャドンツドンチャツドン、こんな感じでスケールでっかいイメージでやってみようと思います。ということで、基本的にはやっぱり8ビートがこの曲はね軸になってると思うんですけれども、はい、そういうわけで一応リズムの解説としては、アルペジオと8ビートと8ビートのチャ、まあ、一応この辺かなというふうに思うんですけど、これをミックスしたようなイメージでやっていきましょう。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれのアルペジオと8ビートと8ビートのチャ、弾き方マスター動画それぞれ上がってますんでね、やってみてください。アルペジオは比較的簡単にできると思いますが、今日の場合はその8ビートとミックスなんで、さっきも言ったようにジャンジャッテントントン、ジャンジャッテントントン、こんなミクスチャーな感じ。はい、で8ビートのチャは標準的な8ビートのチャをそこのレッスン動画でやってるんで、そのチャを半分にするだけですからね。まあでも基本的にこのチャ、このやり方がやっぱ基本になると思います。はい、リズムの練習ちょっと取り組んでみてください。この曲はシンプルに本当ゆったり流れるようにね、繰り広げられるという曲なんですけど、たまにこうキメが入ったりとかするんです。結構ね、まずワンブロックにコードが4つ入るっていうのもちょこちょこたまに出てくるんですけど、 CCCG7 みたいなそのやつですね。一箇所ねちょっとこだわった部分があるんで、ちょっと聞いてください。B メロです。いきます。ちょこれ結構難しいんです。あなたを流せつなくて、次ですよ、次のフレーズ、涙を流しては星にね、今やばいでしょ、かっこいいです。これね、ひらめちゃった。これね、結構説明するのは簡単、やるのは難しいですけど、
まずね、今のフレーズのところ、涙を流したようなところは、G7 を押さえたまま、1弦、まず3フレット、小指見て、見えるかな。1弦の3フレットから、3-3-3-3-2-2-3、次、5まで行きますよ。5行くときに、ちょっとこれ5はね、小指届かないっていう人はね、この指をさっと外して、くるっとこう回転させると行きます。ね、この軸がこう回転させる。5まで行って、次普通の C です。次またかっこいいですよね。次が1弦の5フレット。5-6-7。これがね、G-C-C-5-6-7。ダンダダン、5-6-7。こう後ろにずるっと引っ張っていくような、そんなイメージのリズムですね。じゃあちょっとこのテロップのこの通りなんですけど、ちょっとゆっくりやってみましょう。涙を流しては5-6-7。かっこいい。これチャが入るとまた難しいんで、チャはね最初ちょっと難しかったらチャは抜きでいいと思うよ。チャを抜きでやると、ダンダ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 ダン、このジャンジャンジャンはストロークの中に入ってこないんで、ジャンジャンジャンとかこんな風なイメージになると思いますね。もう一回チャを入れずに、これチャを入れたら悶絶。はい、そんな感じです。ちょっとこれゆっくり分析してみて、 G7 を押さえたまんま3-3-3-3-2-2-3-5を弾いてから C-C-C-5-6-7。もちろんこれ難しかったら、初心者バージョンと同じコードで、ここをね、ストローク、8ビートのチャが半分で、やるのももちろんいいんですけど、ちょっとこうチャレンジ企画として、できそうだったらやってみてください。あとはやっぱりね、この詩の世界をこう、がっつりこう、自分でこう、掴み取って、それをこの音楽と一緒にガッとこう合わせてこう、表に出していく。そんなイメージで、心込めてやってみましょう。はい、それではいってみます。プライド、今井美樹さんのプライドガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる ?1、2、3、4。
井美樹さんのプライドガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりいい曲ですね。この女性の心をこうグッと掴む、やっぱり女性この曲ね、心込めて歌ってみたいんじゃないかなと思います。これキーもですね、女性結構歌いやすいんじゃないかなというふうに、感じるんですけど、ぜひ取り組んで思いっきり楽しんでください。そして、今度ねその楽しみをですね、周りの方にもぜひウクレレ楽しいよという感じでこう周りに広げてシェアしてくださるとね、なんか笑顔が増えて素敵だし、まあ嬉しいです。はい、このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただいてですね、あのガズレレ見てたらすぐできるからとか欲しいとかこう教えてあげてですね、もう笑顔を増やしていきましょう。はい、ガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度のウクレレをですね販売して、事前予約で、注文受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもじゃくんがこう一生懸命もうガズレレ G ラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいてる方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になってる方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納すると、もうねオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。